五神剣は、立ちち切りのうち、破敵剣と並んで重視された五剣。守護剣、実月五神剣とも、葉の長さ69センチメートル、輪の長さ18センチメートル、全長87センチメートル、先は両刃、身は片葉の刀である。破敵剣と共に、くだらの子に騎士が和王に剣じたものという伝承を持つ。ゴミ袋によると、五神剣、破敵剣の、 両権は、天皇行皇寺の立ちち切りの一つで、名称の通り御神、破敵の機能を果たした。天徳四年に消失、大和元年に、安倍の生命、鴨の安則らによって、再鋳造されたが、漢字八年に消失した。ふず、左、ふず、右、名文、峰、左には、日の形、何との癖、須作の形、清流の形が、右には、月の形、 北斗七絵、へ、玄武の形、白虎の形が刻まれている。名文に見える、後新年は、西暦360年、くだら書作りは作刀の地がくだらであることを示す。名文中のなんと北斗、清流白虎、須作玄武の語は刀身に刻まれるふず、なんと六世、北斗七世、須作系玄武系、清流系白虎型と合致する。静粛や詩人に続けて、 深き不傷を避け、桃福回収し、年齢延長し、1万歳極まりなしと重要な句が44節、見られる。奈良県天理市に鎮座する石上神宮が所蔵する七、良、死は、御神剣、破敵険に少し遅れて372年あたりに、くだらの子に騎士生死から、神宮皇后に献じられたとされている。ありがとうございます。